皆さんこんにちは。こんにちは。9月12日金曜日1時30分コムブリッジの始まるスタジオトライアル始まってしまい、帽子をかぶってないことに今気づきました。今日も、はい、東京プチ散歩、はい、ロケで名前毎回変わりますね。はい、プチ散歩です。今日はどこでしょうか。今日は、またもや大久保公園の激辛祭りに来ております。激辛グルメ祭り、はい、一光さんがポスター出てますね。激しくて美味しいものを感じさせてあげる。9月9日火曜日から9月15日とちょっと開けて9月17日から9月24。はい、僕ね辛いの好きなんですけど、はい、決して辛いの得意ではないんですよ。おというわけで、はい、今日は、はい、自称ね、はい、その正体が今日バレますが、辛いもの好きを一人呼んできました。はい、どうぞ。どうぞ。れいちゃんです。ありがとうございます。先生かよ、先生推し。僕がね、食べれないやつとか、うん、もうバッコバコ食うんでしょ。好きなの。好きです。得意。得意ですね。辛いの。辛いは楽しみというか、はい、あの有力な人を連れてきましたので、ゲットですね。楽しくやりたいと思います。はい、激辛グルメ祭り。グルメな。でも激辛だけど超うまいってあるからね。うん、じゃあ行ってみましょう。はい、ちょっと下見する。またまた下見しましょうか。うん、一回くるりと行ってみましょう。下見しよう。下見。ベトナムアリス。ベトナム料理。コリアンチキン、シンちゃんかな。ソムオ、リップパレス。いやーもう見た目辛いもん。じゃあちょっと直見買いましょう。はい。一番コム、あるいは一番時間がかかるだろうと思われるのはどこですか。一番時間がかかる。はい。だいたい平均的にパッときます。そうですね。あ、本当そんな待たないですか。そんなに待たないです。あ、じゃあ好きなものを食べてた方がいいんだ。わかりました。ちなみに個人的なおすすめは。個人的に僕は蒙古タンメン。蒙古タンメン、長本さん。それは締めで行った方がいいですか、最初に行った方がいいですか。最初ですね。最初ですか。よし、じゃあ僕蒙古タンメンから行きます。ありがとうございました。すごいいっぱいいる。あ、同じ人だ。同じ人だ。ちょっとじゃあ小辛から食べさせていただきますので。はいはいはい、いただきます。いただきます。どうぞ。やったー。いつもいらっしゃるんですか、このここ。あのね、今日だけですか。いるときといないときあるんだけど、はい、前半、まあ1日の前半はそこそこです。ああ、そうなんですね。はい、いただきます。じゃあいただきます。ありがとうございます。レイさんどっか行ってきて。はい、今日の一品目です。これは、これは蒙古タンメン中本さんの冷やし辛そうラーメンですか。いただきます。はい。うん、おいしい。お、うん、レイ先生戻ってきました。レイ先生はカレーヌードルを選んできましたよ。小辛、中辛、激辛の何。お、なんと激辛を選んできちゃいましたよ、グリオさん。レイ先生、激辛に挑戦です。グリオさん挑戦です。これ隠し辛子でしょ。おこれやばいんじゃない。でも見た目辛そうじゃないよね。そうだね。この最も辛いのではないかというところ私果敢に。お、挑戦。まあ全然大丈夫。おお、心強い。あ、でも大丈夫大丈夫。これ大丈夫。こっちの方が多分中本さんの方の激辛の方が多分辛いと思う。辛い。え、足してこよっか。じゃあよ、そんなことできんの。うん、足しに来ていいよって言われたけど。すごい、
果敢にも中本さんの辛さに挑戦ですよ。すいません、小辛に、小辛お願いしたんですけど、これを中辛にしてもらってもいいですか。中辛ぐらいで。もう色が変わってきたね。そうですね、いきます。はい。本当にエリアさんの目に涙が。食べて。果敢にも挑戦してますね、グリオさん。じゃあ、麻婆。麻婆の激辛か超辛を選ぶということ。はい。激辛でいいですか。いいと思いますよ。 S サイズ、はい、ご飯付きで。辛さはどうされますか。超激辛ってすげえ辛いですよね。はい、果てしなく辛いですよね、きっとね。そうです。じゃあ激辛で。はい、ありがとうございます。守りに入ってます。いただきました。これピーナッツサンプルでもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジンファロウのマーボー豆腐。いただきます。いただきましょう。激辛麻婆豆腐、ジンフォアロー。ジンフォアロー。美味しい麻婆豆腐です。お、豆腐もちゃんと締まってて、お、美味しいです、美味しいです。普通に美味しい。超辛にしとけばよかったって思ったりします。辛い。あ、じわじわきたっぽい。でも中本さんの中辛の方が辛い、ね、辛い。何してきてんのかな、これは。おあの山椒もすごく辛いわけじゃなくて、ちゃんと普通に効いてて、うん、美味しい麻婆豆腐ですね。うよ、なんかちょっと悔しくなってきました。あれ、全然もう全然だね。まだまだ戦闘モードだ。まだまだ超激辛ぐらいいきますよ、これ。じゃあインドカレーの辛さに挑戦です。はい、どうぞ。超激辛って辛いですか。はい、ちょっと辛いですよね、はい。どのぐらい辛いですか。量的にどういうふうに教えた方がいいですかね。どのぐらいというか、ちょっとぐらい火が出るとか。まあ火が出てしまう必要できる。火が出るぐらい、はい、超激辛。ありがとうございます。あ、うわー、はい、すごいことになってます。はい、OK、 皆さん、おっと、何がついてる。はい、これいいですか。はい、どうぞ。ごめんなさい、いただきます。なんとこのナンを外すとすごい香辛料の。すごいでしょ、これ。すごい、うわーってかけた。これは激辛ですか。超激辛。火が出ますって言われました。ねえ、口から火が出ます。口から火出ます。ちょっと辛くないところから言っていい。え、何それ辛くない。このあ、その辺からね。この辺から、うん、あ、おいしい。お、あれ、無理も食べたら、普通においしいカレーだよね。おこれでいいじゃないですか、うん。じゃあ混ぜてみましょう。いきますよ、じゃあ本当にお願いします。じゃないでしょうか。これ言っていいですか。どうぞ。まずいただきます。はい、あ、 あれちょっとに笑顔が、あれ、あ、辛い。あ、これ普通でいい、全然。だって違うよ、普通じゃないもん、超激辛だもん。あ、辛い。
これね、お腹の中から辛くなるタイプのやつ。火出てません？出てる出てる。何つけたらいいんだ？何？いや、そういうことじゃないの。そういうことじゃない。もうこっから、うん、ここまでもう痛いの。むせてる。泣いてる。先生泣いてます。一気にトーンダウン。だって激辛祭りですもん。でもまあ僕ね、全部が全部こうかなと思ってたんで、うんうんうん、そう思えばね、美味しいもんね、他ね、うん、風が少なくなっちゃいました、これぞ激辛祭りなんです。これは挑戦すべしですね。挑戦すべしですね。ほら笑ってるよ、もう笑ってます。あー、お店の人がもう火が出ました。辛すぎました。持ってきましたよ。普通の辛口。本当にこれいいんですか？これサービスで食べちゃっていいんですか？お、ありがとう、ありがとうございます。美味しい。超美味しいじゃないですか。コクたっぷりで。そうだね。これがお店の激辛なんです。あ、お店の激辛。これで激辛？ああ、でココナと？あ、これを入れちゃうから。辛口っていうところが出てくるんですか。あ、全然美味しい。美味しい。ああ。ディップパレスさん、はい、ディップパレスさん。はい。あとこれ神楽坂にも。神楽坂にもあります。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいサービスされちゃった。ディップパレスさん。ディップパレスさん、よかった俺あの人と出会えて。本当ですね。今日一番の収穫ですね、うんうん、はい、はい、というわけで、はい、今日は、はい、激辛グルメ祭りです。激辛グルメ祭りさんにお邪魔をして、はい、はい、全部到達制覇はできませんでしたが、はい、辛くて美味しいものをたくさんいただきました。そうですね、激辛じゃないくていいんじゃないかなと思います。とても美味しいです、はい、全てのものが、うん、激辛ちょっと手前ぐらいを食べ歩くのがいいんじゃないかなと。僕こうやって辛いものをこんなにこうはしごで食べたの初めてだと思います。それは非常にいい経験になりました。あの世界によってこんなに辛さとか、うんうん、辛さの質とかね、うん、辛さの出し方が違うんだなっていうのが分かったし、美味しかったです。面白かったですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは、はい、皆さん、はい、良い3連休をお過ごしください。また来週、バイバイ。美味しかったね。